こんにちは、片川のりこです。こんにちは、浜松市長の鈴木康智です。市長、浜松は、はい、さまざまな音楽イベントが、ね、年間を通して開催される、はい、まさに音楽の都ですけれども、はい、その中を代表しまして浜松国際ピアノコンクールというのがありますよね、はいはい、この秋いよいよ開催されますけれども、はい、改めましてその浜松国際ピアノコンクールについて教えていただけますか。はい、まあ、浜松はもともとですね、楽器の町、特にピアノの制度ではもう世界的に有名な町なので、まあ、この浜松をですね、そうした音楽の町にしようということで1991年にですね、市制80周年の記念の年にこの浜松国際ピアノコンクールがスタートいたしまして、はい、まあ、3年に一度のサイクルで、開催をされているんですね。で、1998年にはですね、国際音楽コンクール世界連盟というですね、大変権威のある連盟があるんですけれども、はいはい、そこへの加盟が認められまして、これはですね、アジアで初めてピアノコンクールとしてはですね、加盟が承認をされたということで大変大きな話題になりました。今年でですね、なんと10回目の、国際コンクールということになってまいりました。今年は11月8日からですね、はい、25日までの期間で、開催をされます。まあ、10回目のですね、節目のコンクールということですね、盛大に開催をしていきたいと思っております。はい、その浜松国際ピアノコンクール、今回で10回目ということなんですが、はい、他のコンクールとの違いですとか特徴などがあったら教えていただけますか。はい、まあ、これ一言で言うとですね、若手ピアニストの登竜門というですね、世界的な評価がなされているんですね。というのは浜松国際ピアノコンクールで優勝したり、まあ、上位入賞を果たした人たちが、はい、まあ、比較的若い時に参加をしていただくので、まあ、その後ですね、世界の大きなコンクールでですね、素晴らしい成績を上げているということで、例えば今非常に注目をされているですね、はい、国際的なピアニストでチョ・ソンジンさんという方がいらっしゃるんですけども、はい、この方は2009年のですね、浜松国際ピアノコンクールでですね、なんと15歳で最年少で優勝したんですね。わあ、すごい。当時中村博子審査委員長が、はい、もう本当にですね、何十年に一人出るか出ないかのね、天才よというふうに評価をされてましたけども、その後ですね、チャイコフスキー国際コンクールで3位、うん、で前回のですね、なんと、ショパンコンクールでついにですね、優勝をされましてですね、まあ、今世界でも非常に注目をされているピアニストなんですけども、うん、まあ、こういうですね、逸材が浜松のコンクールから育っているんですね。まさに若手の登竜門ということになってます。本当ですね、はい、そんな浜松国際ピアノコンクールは回を重ねるごとに注目度が集まっていますけれども、昨年2017年に直木賞と本屋大賞をダブル受賞しました恩田陸さんの小説ミツバチと遠雷のモデルがこの浜松国際ピアノコンクールということで、今年もさらに話題が高まりそうですね。はい、ミツバチと遠雷がですね、ベストセラーになったことで、モデルとなった浜松国際ピアノコンクールにもですね、非常に注目が集まっています。10回という節目の回を迎えますが、例年以上のですね、観客が予想されています。前回2015年に開催をいたしました第9回浜松国際ピアノコンクールは、まあ、ショパンコンクール、チャイコフスキーコンクールといった、まあ、名だたる国際ピアノコンクールと同じ年の開催となりましたけれども、過去最高のですね、応募者数となり、浜松が国際音楽コンクールとしての地位を確立できたことを実感をいたしました。前回のですね、応募者数が、まあ、驚異的だったことから、今回は応募者数が減少するのではないかと、少し心配をしておりましたが、減少はそれほどでもなく、応募者数は前回に次いでの多さとなりました。今回はですね、37カ国1地域から382人の応募者があり、5月に行った予備審査によって21カ国1地域の95人が出場のを承認されました。残念ながら浜松出身者はおりませんけれども、静岡県内出身者をはじめ25人の日本人が11月8日から始まる一次予選に挑んでいくことになります。私も恩田陸さんの小説読んだんですけれども、こう音楽に造形が深くなくてもどんどんのめり込んでいくような、ね、内容でした。ぜひ皆さんにも小説さながらにこの浜松国際ピアノコンクールで臨場感を味わっていただきたいですね。はい、
そして11月の開催までにあと少しあるんですけれども、プレイベントがありましたら教えていただけますか。はい、9月16日17日の2日間、覇者たちによるコンチェルトの共演と題しまして、浜松国際ピアノコンクールでこれまでに優勝したピアニストが一堂に会するコンサートをアクソチティ浜松大ホールで開催いたします。コンクール開催直前の11月7日には前回の覇者アレクサンダー・ガジェブ氏のピアノリサイタルが予定をされております。第10回浜松国際ピアノコンクールの予選から本選、最終日の入賞者披露演奏会まで、チケットはすでに7月から販売をされておりますので、プレイベントのコンサートと合わせてぜひ早めにお求めいただきたいと思います。そうですね、9月16、17日のプレイベントのコンサートで気持ちを盛り上げていただいて、コンクールを楽しみにお待ちいただきたいですね。はい、市長、今日も時間が迫ってまいりました。はい、浜松市民の皆さんに市長からメッセージをお願いします。はい、いよいよですね、今年第10回の節目となります浜松国際ピアノコンクールが11月に開催をされます。先ほどご紹介をしたように、このコンクールは若手の登竜門という大変高い国際的な評価をいただいておりますけれども、もう一つですね、大変評価をされているのは、この浜松のコンクールはですね、本当に多くのボランティアの皆さんに支えられているということで、そこもですね、国際的に高く評価をされております。まあ、今回10回目を迎えるわけですけれども、まあ、これまでこのコンクールがここまで成長発展をしてきたのは、本当に市民の皆様のですね、ボランティア精神に支えられて、まあ、まさに市民の皆様にですね、開催をですね、盛り上げていただいたということがあるというふうに思います。2014年には浜松はこの国際ピアノコンクールも含めてですね、ユネスコの創造都市ネットワークの音楽部門でアジアで初めて加盟が承認をされまして、改めて浜松がですね、音楽の街であるということを国内外に大いに発信をしていけるようになりました。まあ、この国際ピアノコンクールはその中で大きな存在感を発揮してますけども、それ以外にもですね、たくさんの音楽イベント催しがなされています。そうしたこともですね、本当に市民の皆様にですね、支えられてきているということで、これまでのご尽力に心から感謝を申し上げたいと思います。まあ、いよいよ10回目のコンクールが11月からスタートいたしますのでですね、前回以上にですね、市民の皆様にですね、ぜひご注目をいただきたいと思いますし、またボランティアをはじめとしてですね、コンクールの開催に向けてですね、さまざまご支援、応援をいただければというふうに思っております。大いにコンクールを盛り上げて、まいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。市民の皆さん一丸となって盛り上げているということですね。はい、そしてピアニストのレベルも毎回上がっているということで、そうですね、今年もですね、かなりレベルの高い挑戦者が集まっているというふうに審査委員長もおっしゃってましたんでね、楽しみだと思います。そうですね、聞き応えがありそうですね。はい、今年も成功をお祈りしております。はい、市長、今日もありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ここからは市長自ら質問に答えていただく、お答えしましょうのコーナーです。市長の日常やプライベートに迫ってみたいと思います。市長、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。本日は中区にあります浜松市立追分小学校5年1組の児童からの質問です。はい、では市長、お答えください。はい、それではお答えしましょう。では質問です。はい、市長はいつもどんな仕事をしていますか。はい、という質問です。そうですね、これもう説明すると大変なんですよ ね。 そうですね。大きく分けるとね、3つぐらいあると思うんですね。3つ、1つはね、この市役所の中で、まあ、いろんな職員の皆さんとですね、打ち合わせとかですね、調整というのがあるんですね。市の仕事っていうのはですね、教育からもういろんな工事からですね、もう産業政策からもうありとあらゆる市民サービスをですね、そうですね、担当しますので、もういっぱい調整事項があるんですね。ですからそういうことをですね、常に市の職員の皆さんとこう調整をすると、会議をしたりということもありますしですね、まあ、そういうのが一つですね。で、二つ目がですね、やっぱり議会との、ね、関わりなんですね。市の行政というのはですね、
いろんなこう我々が条例や政策を決めますけども、はい、結局議会で承認をいただかないと一つも、これは実現していかないんですね。決まり事はそこで決まるんですね。そうなんです。だから議会はとても大事なんですね。ですからその毎定期的に行われる議会に出席をして、はい、まあ、議員の皆さんから質問を受けたり、はい、いろいろ議論してですね、はい、で市の施策を決めていくということがですね、これも大事な仕事なんですね。みんなの学級会みたいなものです ね、はい、それから3つ目がね、これは対外的な仕事なんですね、はい、いろいろ国や県というですね、機関といろんな調整があったりですね、あるいは時には市の PR でいろんなところに出かけていかなきゃいけない、たまには海外ですね、そうですね、はい、市のいろんな PR をしたりですね、はい、することもありますし、海外の会議に出席をしたりすることもありますし、うん、まあ、そうしたですね対外的な仕事があるんですね、はい、あとは、まあ、いろんなイベント、うん、祭事なんかですね、ご挨拶をすると、はい、これも大事な役割なんですね。そうですね、まあ、こういうことをですね、トータルに、行ってますので、まあ、結構忙しい毎日を過ごしていますね。こういうテレビでね広報活動をしたりするのも仕事の一つですね、はいはい、では2つ目です。一番大変な仕事は何ですかということです。はい、まあ、それはですね一言で言うと決断をしなきゃいけないということなんですね。結局私が、まあ、市の責任者ですから、はい、いろんなことを決めなきゃいけない、決断をするんですね、まあ、そこから、まあ、物事がスタートするんですけども、決してですね全員が賛成っていうことばかりじゃないんですね。結構反対をされたりですね、文句が出るような、ね、こともですね決断しなきゃいけないと、まあ、市の将来のこととかですね、まあ、全体のことを考えたら、はい、やらなきゃいけないということがたくさんありますので、でこれはね、まあ、誰にも相談できないです ね、 そうですね、最後は自分でやっぱり決めなければいけないんで、まあ、この決断をするっていうのはですねやっぱり市長として一番私は大事なところではないかと思いますね。そうですね、決断ですか、はい、では最後の質問です、はい、そんな仕事をする上で気をつけていることは何ですか、はい、ということです。私は一番気をつけているのはですね、市の将来っていうことですね、はい、つまりはまあ皆さんの将来についてと、うん、いうことなんですね。実はですね日本ってこれからとても 大変な時代を迎えるんですね、はい、一番大きな問題はね人口が減っていく、人口減少って、はい、これはもうね確実に人口が減っていく時代が来ますので、人口が減るということはですねもういろんなところにその影響が出てまいりますので、今からいろいろそれに対して手を打ったりですね、改革をしておかなければいけないんですね。子どもたちがですね、まあ、皆さんが大きくなった時に困らないようにですね、そういう浜松にしておかなきゃいけないんで、はい、そういうことをですね常に気をつけて考えてるんですけども、ただこれもね、はい、結構将来のためにっていうことになると、いろいろな改革をしなきゃいけないんで、これはねなかなか大変なんですね。賛成の人ばっかりではないもんですから、ただ将来のことを考えたらですね、今からしっかりそれに向けて取り組んでいかなければならないので、はい、私がやっぱり一番気をつけてるってことは、市の将来にとってこれはどういう意味があるのかと、はい、あるいはこれは市の将来にとって大事なのか大事じゃないのかと、まあ、そういうところがですね、はい、まあ、一番常日頃気をつけてるところですね。なるほど、みんなのことやみんなの子供のことまで、ね、市長は考えて、ね、まあ、今はそこが一番大事だと思いますね。はい、わ、はい、かりやすくありがとうございました、はい、浜松市立上脇小学校5年1組の皆さん、わかりましたでしょうか。お答えしましょうのコーナーでした。市長ありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。